幕府によって公認された江戸唯一の遊郭吉原。連日連夜大勢の客が訪れた吉原は江戸最大の娯楽場として発展します。日に千両が舞い落ちる場所と称されるほど繁栄した吉原は、単なる色町というだけではなく、観光スポットとしても絶大な人気がありました。そんな吉原ですが、閣内はどのような作りになっていたのでしょうか。今回は吉原遊郭の構造についてご紹介します。動画の後半では議楼内部の様子や吉原再建について解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。元吉原から新吉原へ。もともと吉原は幕府から正式な営業許可を受けた後、元和4年1618年から吹屋町、現在の日本橋人形町で営業を始めました。当時の吹屋町周辺は吉が茂る湿地帯でしたが、営業を開始するとすぐに江戸最大の娯楽地へと成長します。しかし江戸の人口が急増して町域が拡大した結果、吉原は江戸の市街地と隣接するようになります。治安の悪化と風紀の乱れを警戒した幕府は、明暦2年1656年に吉原の移転を命じます。幕府から提示された移転先は浅草日本堤と本所でしたが、吉原の町名主たちは新天地として浅草日本堤を選択します。というのも、浅草日本堤の近くには江戸有数の観光地である浅草寺が近くにあり、集客が見込めると判断したからです。吉原の移転が命じられた翌年1657年には、江戸の約 60% を消失させた明暦の大火が発生し、吉原も全焼してしまいます。この大火を契機として吉原は浅草日本堤に移転することになりました。地図で確認してみると、江戸の中心地から遠く離れた郊外に移転したことがわかりますよね。その代償として新たな吉原は吹屋町にあった吉原の 1.5 倍の敷地が与えられ、夜間の営業も認められました。こうして誕生した新しい遊郭を新吉原と呼び、移転する前に日本橋吹屋町にあった遊郭を元吉原と呼ぶようになります。その後、吉原といえば新吉原のことを指すようになりました。吉原へのルート。明暦3年1657年8月に初営業日を迎えた新吉原ですが、周辺はどのような環境だったのでしょうか。こちらは江戸後期に作られた吉原周辺の地図です。周りに建物がありますが、移転当時は田んぼしかない場所だったそうです。客が激減することを恐れた老主議楼の経営者たちは、遊女たちの姿を描いた浮世絵や吉原を題材とした下作などの出版を後押しして、新たな客層の掘り起こしに奔走します。そのイメージ戦略が功を奏し、多くの人が訪れるようになった吉原ですが、客はどのようなルートで吉原に通っていたのでしょうか。吉原への主なルートは3つありました。1つ目は浅草寺の東側の馬道を通り抜け、日本堤から吉原に向かうルートです。吉原に通う武士が馬に乗って行き交ったことから馬道と呼ばれるようになったそうです。2つ目は上野の東側から北上し、箕輪方面から日本堤に出て吉原に向かうルートです。神田方面から徒歩や籠を使う場合はこちらのルートがよく利用されたそうです。3つ目は吉原通いの王道といわれる船を使う方法です。乗船の場所として最も利用されたのは神田川と隅田川の合流地点にあった柳橋の船宿です。柳橋から貯金船で隅田川を北上し、三夜堀にある船宿で下船。そこから徒歩か籠を使って日本堤から吉原に向かいます。それ以外にも吉原へのルートはありましたが、最終的には日本堤に出る必要がありました。というのも、吉原遊郭の出入り口は日本堤とつながる大門しかなかったためです。こちらの浮世絵には人々が日本堤を行き交う姿が描かれています。吉原へ向かうか、または帰ろうとしている客たちでしたが、夜でも多くの人がいますよね。吉原の周辺も見てみましょう。こちらは吉原を俯瞰で見た浮世絵です。茶屋が軒を連ね、人々が行き交っている土手が日本堤です。日本堤から大門に向かう入り口にあるのが見返り柳です。吉原で遊んだ客が帰り際にここで名残惜しそうに振り返ることが名前の由来と言われています。
日本堤から大門への下り坂が右衛門坂です。吉原に向かう客が着物の襟をここで直すことから名付けられた名前です。右衛門坂を下るとその先は緩い S 字カーブの五十間道です。五十間道の両側には引き手茶屋や小料理屋などが並んでいました。吉原遊郭の構造。吉原遊郭の区画は長方形で、横の長さが約330メートル、奥行きが約250メートルの大きさでした。周囲には忍び返しが植えられた黒板塀が巡らされ、さらにその外側はお歯黒ドブと呼ばれる堀で囲まれていました。この堀の幅は約4メートルほどありました。こちらは吉原遊郭の区画を簡略化した図です。大門をくぐると中野町と呼ばれる大通りがあり、水戸尻まで続いていました。そして閣内は吉原五町町と呼ばれる7つの町で構成されていました。伏見町、江戸町1丁目、江戸町2丁目、上屋町、住町、京町1丁目、京町2丁目です。それぞれの町の入り口には木戸門が設けられていました。また大門から見て右側は西菓子、左端は羅生門菓子と呼ばれ、貸店と呼ばれる儀楼がありました。遊郭の四隅にはそれぞれ稲荷社が祀られていますが、遊女たちに特に信仰されていたのが京町2丁目の近くにある黒助稲荷でした。では浮世絵を見ながらそれぞれのエリアを確認していきましょう。こちらは吉原の大門が描かれた浮世絵です。吹原の大門は板吹きの屋根付き歌舞伎門で、吉原唯一の出入り口でした。遊郭内の華やかさや儀楼の豪華さに比べると質素な作りだったんですね。大門を入って右手には白米会所があります。白米会所とは吉原独自の自警団が待機している詰め所です。遊女が変装して逃亡するのを防ぐため女性の出入りを監視していました。大門を入って左手には面番所があります。面番所には町奉行所の隠密回り同心と岡っ引きが常駐していて、不審者やお尋ね者などが出入りするのを見張っていました。大門をくぐった正面にまっすぐ伸びているのが中野町です。中野町は大門から水戸尻まで長さ230メートルほどあるメインストリートです。通りの両側には引き手茶屋が軒を連ね、建物の入り口には鬼すだれと花色のれんが飾られていました。明かりを灯す頃に始まる花魁道中やほぼ毎月行われるイベントなども中野町を舞台に繰り広げられました。中野町は吉原の顔ともいえる場所だったんです。両側にある引き手茶屋は吉原で遊ぶための案内所で、遊びの相談役も兼ねた仲介業者です。格式の高い遊女が在籍する大店は引き手茶屋の紹介がないと遊ぶことができません。引き手茶屋を通した方が儀楼での扱いも違うため、お金に余裕がある客は引き手茶屋を利用したそうです。では遊女が在籍する儀楼はどこにあったのでしょうか。吉原の儀楼は中野町ではなく、江戸町1丁目や京町1丁目など中野町と直角に交差する表通りに面したところに並んでいました。こちらは中野町から大門を描いた浮世絵で、江戸町1丁目の木戸門も描かれています。中野町では着飾った遊女が客と共に歩いていますが、江戸町1丁目にある儀楼に向かっているのかもしれません。こちらは西菓子の方から江戸町1丁目を描いた浮世絵です。正面にあるのが入り口の木戸門で、その向こう側が中野町になります。大通りの右側には儀楼が立ち並び、張り店を除く男性が描かれています。江戸町1丁目は吉原を代表する大店が集中するエリアで、吉原内でも格式の高い場所だったんです。一方、伏見町や京町2丁目には小店や切り店といった小規模な儀楼が並んでいました。その中には長屋形式の簡便な店もあり、客は安価な料金で遊ぶことができました。また上屋町は商業地区になっていて、商家、料理屋、湯屋など様々な業態の店舗が並んでいました。路地を奥に入ると吉原や儀楼の運営に関わる人々が裏長屋で暮らしていました。上屋町には儀楼はなく、江戸市中の町屋とほぼ変わらない構造になっていたんです。ちなみに吉原にいた遊女の数は江戸中期までは約2000人くらいで、後期になると4000人から5000人が働いていました。儀楼の構造。
吉原遊郭には大小合わせて200件以上の妓楼がありました。規模や格式は様々でしたが、妓楼の多くは2階建ての構造です。表通りから妓楼を見た時、まず目に入るのが張り見せです。格子の内側には遊女が並んでいて、客は格子越しに遊女を品定めする仕組みになっていました。こちらの浮世絵は格式の高い妓楼の1階です。妓楼の1階は客の出入り口であるとともに、遊女や働く者たちの生活空間でもありました。入り口ののれんをくぐると土間が続いています。土間には台所も設けられています。すぐ脇には2階への大階段がありますが、階段は入り口が背になるように配置されていました。その理由は、階段を降りてくる客と入り口から入ってくる客が鉢合わせしないようにするためだったそうです。中央の広い座敷は遊女らが食事をする広間で、縁起棚がある場所が内所です。内所は老主が過ごすエリアで、客の品定めをしたり、遊女や従業員たちの働きぶりを見渡せる場所にありました。次は妓楼の2階を確認してみましょう。妓楼の2階は客をもてなす空間で、大小様々な部屋がありました。階段を上ってすぐ近くには、遊女の管理と監視を行っていたやり手の部屋があります。その奥にあるのは引付座敷と呼ばれる大広間です。初回の客は引付座敷で遊女と対面し、杯を交わすことになっていました。引付座敷や主演用の大部屋を除くと、遊女の個室でほぼ閉められていて、部屋は細かく仕切られていました。こちらは妓楼の2階が描かれた浮世絵です。水客に連れ添う遊女や個室で客をもてなす遊女などが描かれています。左端の大広間では揉め事があったようで、暴れる遊女を男性が羽交い締めにしている姿もあります。浮世絵に描かれる妓楼の様子を見ると、落ち着いた大人の空間というよりも、様々な雑音にあふれた賑やかな空間だったことがうかがえます。では最後に吉原再建について解説して終わりたいと思います。吉原再建とは、吉原で遊ぶための情報が盛り込まれたガイドブックです。閣内のマップ、妓楼と遊女の名前、格付け、料金などの実用情報が満載で、吉原で遊ぶときには欠かせないアイテムでした。様々な形式で作られていた吉原再建ですが、安永4年1775年に蔦屋重三郎によって縦本形式に改められると、情報量の多さと見やすさが評判になって大ヒットします。それ以後、縦本形式の吉原再建が定着しました。吉原再建は大門近くの五十間道や閣内で販売されていて、観光で訪れた人たちも吉原土産としてよく購入したそうです。今回は吉原遊郭の構造や妓楼の様子などについて解説してきましたが、皆さんはどのように感じましたか？コメントや感想など書いていただけると嬉しいです。今後も江戸時代の暮らしや文化について発信していきますので、興味がある方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。